今回はプレイステーション3の開封動画になります。まあ、最近ちょっとプレイステーション3をね、横になりながらやりたいっていうのがあるんで、まあ、ここでいいソフトが出ればなと思っております。ということでですね、今回はプレイステーション3の福袋を開封していきたいと思います。こちらも1500円ですね。全部で5つあるんで、じゃあ1つずつ取っていきますね。よいしょっと、はい、せーの、あー取りづらい、よいしょ。なんだこれ、ナチュラルドクトリン、何このゲーム。RPG なのかな、これは。全然知らない。すごい、なんかマニアックなのかな、このゲームは。それともメジャーもしかして。当然持ってるわけもなくというところですけど、いくらなんだろう、こんなの。2つ目いきます。さっと、キングダムハーツ HD1.5 リミックス。これあれかな、最初の、なるほど、過去の最初のキングダムハーツシリーズを、あれか、ちょっと一部リメイク、基本、一部リメイクの、まあ、基本リマスターみたいな感じなのかな。これてか、キングダムハーツシリーズね、このあのスマブラとかでも話題になりましたけど、最後のファイターとかやったことないんで、これはちょっと嬉しいですね。ちょっとどっかでキングハーツシリーズ一回全部やってみたいなっていうのはあったんですけど、まあ、なかなかそんな機会がなかったんでね、ちょっとこれをやってみたいですね。はい、はい、次いきます。機動戦士ガンダムエクストリームバーサス、これはあれですよね、ガンダムの格ゲーですよね。なんか今マキブだっけ、なんか一回なんかやったことあるんですけど、これちょっとなんか、ま、もうオンラインないだろうし、別にオンラインって絶対強い人しか残ってないからやんないですけど、まあちょっとコンピューター戦遊んでみようかな。はい、4つ目いきます。よいしょ、グランツーリスモ5。グランツーリスモ5か。まあでも持ってなかったから、グランツーリスモ5自体は嬉しいんですけど、グランツーリスモな、1と2しかやったことないからな、それ以降がどうなってるか全然わかんないんですよね。初代プレスのやつやってたんですけど、それ以降のやつ全くやってないんで、なんかどんな感じに進化してるのかっていうのは、まあわからないんですけど、まあ、やりたいと思います。あ、てか、このグランツーリスモシリーズってなんか、本ソフトウェアは2011年発売の、グランツーリスモ5に、10月までに実施された全ての無料オンラインアップデートを反映したソフトウェア本体と有料追加コンテンツをダウンロードできるプロダクトコードセットをセットにした商品ですって書いてるね。じゃあ最後行ってみましょう。最後こちらです。ファイナルファンタジーの10、13の2ですね。13-2? これはですね、実はですね、持ってないんですよ。持ってなくて、13、初代13を買ったんですけど、これをやれってことですね。13をまたね、クリアまで持ってったらやるかもしれないです。ということでですね。はい、ということで、プレイステ3の福袋でした。まあ、個人的にはね、このキングダムハーツとか、グランツーリスモとか、ファイナルファンタジーはね、ちょっとやってみたかった作品でもあるんで、まあ、FF はちょっと、最初のやつクリアしないんで、ね、それやってからなんですけど、まあ、ちょっとキングダムハーツとかはねやってみたい。実況はどうだろう、もしかしたら実況取る可能性もあるかもしれませんけど、まあ、とりあえずはね。はい、ということでプレステ3の福袋でした。これ1500円って、これ安いよね。これはお買い得だったと思います。はい、1500円でした。